こんばんは、東京新聞デモクラ TV エクストラです。今日は10月の21日ということで、私的には、昭和18年10月21日学徒動員の日という。あ、そうなんですか。はい、あの神宮にですね、まあ東條さんが、いやあの時は雨でね大変でした。大先輩です。学徒出陣の最初の壮行会が行われた日です。出陣されて、出陣されて戻って、もう大変でした。はい、お疲れ様でした。いや、私の友人の父親がそれで、出陣する。これ本当ですよ、本当に。まあそういう日であり、なおかつ、総選挙です、ね、岸田内閣の下での、まあこの突然ものすごい勢いで始まっちゃった総選挙の今日は3日目ぐらいですかね。はい、はい、まあそんな中、はい、今日は何をテーマに。ですね、はい、今日はですね、やっぱりですね、なんといっても皇室ということですよ。選挙より皇室と。まずね、こっちを片付けないともうどうしようもないということです、ね、選挙の争点ということではない。いやいやいや、もうね、私どちらかというと総選挙よりこっちの方に興味がありますから、ね、本当ですか。どうも、正直言ってですね、夜な夜な YouTube などを見ながら研究しておりますけど、今日はですね、お忙、非常に忙しい中ちょっと来てもらったのは私の先輩で、はい、非常に宮内庁に食い込んでおります、吉原編集員に、来て、もらいました。お忙しい中に吉原さん、よろしくお願いします。はい、吉原です、よろしくお願いします。あのね、吉原編集員ですね、はい、もうこういう見た目でずっと社会部ですよね。社会部以外ないですよね、ほとんど。いや、特報部に3年います。いや、もうそれもまあ社会部みたいなもんで、まあ、要するにね、うん、吉原編集員といえば汚職とかね、道路がどうしたか、そういう汚職系とか、はい、あと国税庁、そういうこう国税やってない、やってない、やってない、でたらめ言ってますよね、はい、まあ汚職ですよね。いや、いわゆる社会部の、記者で、それで割とあれですよね、僕の印象では年取ってから宮内庁の担当になって、宮内庁はそうですね、最初4、うん、いや、ちょっと待ってくださいよ、50ぐらいでしたっけ、40代後半ぐらいでしたっけ、警視庁キャップを終えて、本職を終えて42、3の頃に最初にやったんですか、うん、でその頃は休憩場所みたいな感じで、当時は宮内庁っていうのはね、でちょうど仕事なかったですもんね、あれなんですね、各社警視庁とか地検とかやって疲れたら宮内庁に来て、それでちょっと休んでてもらえますかっていうコースだったんですよ。こんな忙しくなるコースじゃないんですよ、本来はね。だからそこはやっぱり代替わりとかいろんなことがあって、ね、宮内庁がですね、花形ポストになるにつれてずっとね、うん、吉原さん、吉原編集員がいたということになります。それでね、まあとりあえずこれを避けるわけにはいかない、実はテーマがありましたね、うん、まあチェック問題ですね、マッコ内親王殿下、うんうんうん、で小室さんということなんですけども、うんうん、まあ私ね、この話っていうのは、まあ、いろんな角度あるけれども、うん、これ私ね、まあいろいろ夜な夜な YouTube 見たり週刊誌も見ました。でなかなかこれすごいなと思うのは、これ報道のあり方ですよね、うん、メディアと皇室の関係がこれ私が思っていたのとはちょっと違うというか、うん、もう相当新聞はですね、なんか前と同じようにかなり落ち着いた報道はしてるんですが、特に週刊誌とか、まあ、テレビも含めて、うん、それから YouTube が報道かどうかという議論は別としても、うん、まあ相当な情報が流れていると、うん、あることないこと流れていると、うん、ここら辺まずどのような状況になっているかから説明していただけますか。うん、はい、うん、一連の報道で一番私自身がね感じる問題点というか、これはですね、答えは簡単なんです。それは一言で言えば、報道の発端になったのは例の金銭問題ですね。でこれはまあ、民々のトラブルですんで、当然まあそうですよね、本来当事者同士で話し合って解決する事案なんですね、うんうん、
あるいはあの当事者がもう難しいっていうんであれば、弁護資格のある双方の代理人が話し合う、うん、まあ、それでもダメな場合はあの裁判訴訟を起こして白黒決着つける、うん、これはもう通常この手のトラブルはみんな そういう形で解決してるんです、うんうん、それが途中ある時点からあのメディアが、メディアって言っても週刊誌、うん、ですよね、ええ、うん、で一番最初女性週刊誌が打って、うん、それからまあこれ言葉がちょっとあのメディアスクラム的に週刊誌、あらゆる週刊誌が参戦してきて報道し、うんうん、始めたと、うん、バッシング報道を始めたと、うんうん、でその時期について経緯についてもまあ最初小室さん、それからそのお母さんの婚約者と話し合いも場も設けたらしいですね、うん、あの、で物別れに終わった。そして、その後何も言ってこないんで小室さん側からすればもうすでにもう解決したのかなっていうふうに思われたと思うんですね、うんうん、で3年ぐらい経って、実は小室さんのもう婚約会見というのがあって、それからあのバッシング報道が始まってるわけでしょ、うん、それを考えるとあの経過もですね、なんて言うんでしょう、その金銭問題っていうのはトラブルがあったというのは事実なんです、なんですが、あのその小室さん側に説明責任を負わせるのには過酷な、うん、あの報道が続いて、つまり、あらゆるプライバシーが訴状に乗って、まあ、乗ってしまったと。そうすると冷静な話し合いっていうのはできない、とてもできる状況にない、ないですよね、うん、でもう一つそれをネックになっているのはその元婚約者の代理人というのがあのいわゆる守秘義務のない週刊誌の記者が窓口になっている、うんうん、あのこれもやっぱり途中経過がその後逐次週刊誌等に報道されていくわけです、まあ、筒抜けなんですね、うん、あの見てると、うん、結果的にそうすると、うん、話し合いもいかない、それは確かに小室さんの説明、不足っていうのもあったでしょう、うん、あったけど小室親子からすれば、自分のプライバシーは、あることないことは、書かれるわ、うん、書かれていく中で、うん、お母さんと会いたい話したいって言われても、うん、これはフェアじゃないですよね。片方で右手で、うん、そうですね、頬を叩きながら話し合いましょうと言ってるのに、うん、等しい状況、うん、と見えてならないんですね、うん、でそれが一つバックボーンにあると。それから報道のありようとして今回バッシング眞子さまにも向けられてますね、その、うん、激しく向いてますね、ええ、その論調の一つに、批判の一つに、うん、眞子さまは、うん、公より私を優先している、そうです。これはあの、で皇室っていうのは常に公を優先大事にしてきて、私は後回しにしてるんだと、うん、ということを言う指揮者の人も多いんですね、うん、でこの問題どう見るかなんですけど、一つには公の方の眞子さん、決して公務をおろそかにはしてるわけではない、 ないですよ、もちろん。で、丹念に入念に準備をして、きちんと一つ一つの公務を大切にしてる、やってるっていうふうに
印象を持ってます、うん、だから公務はおろそかにはしてない、それが一点。それとそのじゃあ、何をもって私を優先しているのかというのは、簡単に平たく言えば、うん、結婚したいという市場を優先しているんだというふうに、うん、言ってるわけですが、それがなぜいけないのかと、うん、戦後の日本の憲法は個人の尊重を高らかに謳っているわけですね。だから基本的人権であるとか、したがって皇族も決してそのプライバシーを侵害されたり、うん、あるいは人権もありますんで、うん、結婚したいという意思表示をしてはならないということには絶対ならないわけですし、つまりそういう批判、この根っこにあるのはやはり個人の意思と、それから何て言うんですかね、明治以降 この家とか公を最優先にするっていう、この伝統のせめぎ合いっていうか、そこはありますね、衝突が今回の批判のバックボーンに出てきたのかなと。なるほど。そういう印象はあるんですが、っていうのがまあとりあえず私の感想なんですね。内田さん、今のね、公と私って問題ってのは結構かなり微妙というか、一言では言えないと、うん、内田さんどんなふうに見てるんですか、この公と私、市場を優先したということですよね。まあ、だから皇族の立場ってとても難しいところはあるんだろうと思いますけど、うん、天皇とそれ以外の皇族とはやっぱり意味がまるで違うと思うんですよ、うんうん、でももちろん天それ以外の皇族も天皇になる可能性のある人たちっていうのもね、うん、いるわけなんで、うん、それはまた意味が違ってくるかもしれません。ただ、うん、今度の眞子さんっていう人のね、うん、その結婚に関しては、まあ、今吉原さんがその公と私の私の部分で捉えられてるっていうふうな意味のことをおっしゃってたと思いますけど、うんうん、もう私は何が悪いんだろうっていう、うん、それから小室さんに関してもね、うん、別にまあ少なくとも2人でお互い結婚したいと思ってるわけですよね。これはもう間違いないことですよね、うんうんうん、だったら結婚なさればいいんじゃないかっていうことだけで、うんうん、でその例えば小室さん個人のいろいろなことについてね、それはいろいろあるでしょうけれども、うん、俺は、まあ、はっきり言えば我々が本来そこに関心を持ってもあまり意味はないことっていうふうに、うん、私は思ってます。それからもう一つあるのは結婚って、うん、結婚するまでこうあれですけどいろいろありますけど、うん、結婚してからが大変じゃないですか。だからね、なんか随分しみじみと、だからね、その、いやそう本当にいろいろ大変なことがあって、うん、お互いの努力でこうやっていくわけですよね、うんうん、お互いの努力で、うん、だからそういうことを考えるとね、うん、この人の始まる前にこれじゃん。そう、いや例えば羊がどうかとか、うんね、そういうこと一切もう許されないわけじゃないですか、うん、まあ、当然ですよ、個人が大事なんだから、うん、だから私はそれは結婚に関しては祝福すればそれでいいことだというふうに思ってます、うん、なるほど。だから今回ね、うん、話がどん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 広がっちゃって、うんうん、まあ当初はまあ国民が多分、うんうん、まあ、私が想像するに小室さんという人の印象が悪くて嫌だと思う人がただ多かったのだろうと、出発点はね、うんうん、まあ、で真偽のことがわからない情報がいっぱい流れる中で、うんうん、その話が広がりすぎてて、女性皇族の在り方とか、うんうん、もっとあり手に言うと女性宮家の問題に飛んでったと思うんですよね、うんうん、話が、うんうん、でこの、でああいう人と結婚してしまうので、うん、ほら女性宮家っていうのは安易にやるべきじゃないみたいなですね、うんうん、主張も結構あるんですよ、うんうん、これはいかがですか、この女性宮家のも、うんうん、そうですね、その議論に入る前にですね、うん、
まず、そうですね、先ほどの講師のけじめ論の話で、うん、あの今回あの、眞子さんは儀式、儀式、結婚に関する儀式は一切しません、うん、それから一時金も辞退して受け取らないと、うんうん、まあ、一時金はだいたい1億3000万から4000万ぐらいの間なんですけどね、うん、あので、これで講師のけじめをつけたという言い方がよくされるんです。される、うん、されますよね、うん、ただ私の考えではまず儀式の方についてはこれはですね、納采の儀から朝見の儀までいろいろあるんですけど、うん、これはいずれも根拠になる法律は明治時代にできて、うん、しかも明治に作られた伝統なんですね、うんうん、でその根拠は戦後根拠法令は全部廃止になっているんです。存在しないんですね、つまり根拠法が、だから、やってもいい儀式はやってもいいけど別にやらなきゃいけないという規定はないんです。ただやる場合に、うん、やる場合にお金税金使うじゃないですか。まあそこがで、で税金、うん、それは原資は税金を使うわけですよね、で僕はよく分かんないな、一応、経済記者を名乗ってますので、はいはい、つまり、要するに法律がない税金を使う方っていうのは、うん、官房機密費みたいなものだけなんですよね、うんうんうん、性格上、うん、でそれ裏打ちがないものをどういうふうにして使って、うんでかなりの額使いますよね、うんうんうん、奥の単位のそれはどういうふうにしてるんですか。額を言えば、うん、結婚に伴う儀式の費用は、そんな多くないんです。いやでも多い少ないの、まあまあ、うん、その額で言えばね、ええ、でただこれは結婚の儀式じゃないんだけど代替わりのに伴う大嘗祭とかこれは、宗教儀式なんですけど、大嘗宮というのを設営するのに20億ぐらいかけてるんです、うんはい、私ヘリコプターの上から見ました。すごいのが立ってました。ああそうですか、そんなそれ不敬な真上じゃないですか、ね、ご覧になったからお分かりだと思うんですけど、これはもう根拠法令がないのに明治の伝統で明治に作られた大嘗宮は仰々しくなったんです。で20億かけたと、うん、でも、その時に内閣官房の説明はこうですね、大嘗祭っていうのは日本古来の伝統であると、それで、なんていうんですかね、この伝統を後世に伝えていくために、一つの前例である明治時代のやつ をすることは、問題ないというか、そういう解釈をして、続けてるわけです。前例踏襲を。あれお金は、うん、特別に立法して当てがったんじゃなくて、うん、要するに原資はどこから出てるんですか。原資は、まあ、皇室内定費とかいうやつ。内定費ではないですね、いわゆる公費部門っていう、はいはいはい、皇室費っていうのがちょっと予算の品目はあれなんですが、あれって一般歳出から出てるんですか。そうですよ、うん、一般歳出の中から毎年あれですよね、で、まあ、秋篠宮さんがその、ね、これは天皇家の私的な行事で、しかも政教分離に、議論のあるのだから、内定費という私的な経費で、私的って言っても、まあ、根っこは税金なんだけど、でも少なくとも天皇家の予算の、そうですね、範囲内でやりたいということをね。そうするととても内定費って2億間に合わないですよね、3000万ぐらいの、お金ですんでとてもそんなできないんですね。でも筋論としていいこと言ったんです、いいこと言ったんですね。
でも今回娘さんの結婚においては結婚は両性の合意だからいいこともおっしゃられてたわけですね、うんうん、結婚はいいんだけど家と家との儀式はそれがよくわからないできないというふうに言ってしまったんですね。だから、まあうん、それは親の立場でね心情をわからないわけでもないですし、うんうん、まあいいんですけど若干その辺を週刊誌のバッシング報道の援軍になっちゃったと結果的に、うん、そういうところあるんじゃないか若干燃料投下してしまったと、うん、要するに最初の意図とは違ってですね、うん、つまり国民の理解が得られない限りは儀式を行うことできないと、うん、じゃあ国民は理解でき、してないからという援護射撃週刊誌報道の、うん、なるほど宇佐さん結果的にはそうなったのかなと国民の理解って何ですかね国民の理解って何いやだからまあそれは、うんなんていうのかな皇室特にまあテレビの皇室報道なんかはその一種のスター家族のようにこう扱ってね、うん、こうやってきたか、うん、そういう、うん、どの方がどんな何が好きで何を勉強してたみたいな情報をもうみんな聞いて、うん、やたら詳しくなってるところあるじゃないですか。うんそういう一つのスターのようにこう作り上げたっていうことから言うと、うん、スターが誰と結婚するかって結構関心がありますよね、うんうんうん、だそういうレベルの関心になっちゃってるって、うん、なるほどね、うん、じゃないですかね。そうですね、うん、それはもう週刊誌が飛びついたのは、眞子さんの結婚相手うん、に金銭トラブルがあったっていう、 そ, う、ね、そこだそこ一点なんですよ。まずそこに一点、ね、それって、うん、やってるもんですから、うん、なんていうんですかね、うん、未解決なのに結婚し、するのか踏み切ってしまったと、うん、それと将来の天皇になる義理のお兄さんになるうん、それは、ふさわしい相手なのかっていう人格攻撃になってるんですよね。それも小室さん本人というよりお母さんの問題で攻撃してるわけですから、それはいやそれはね、だ誰だってあるじゃないですか、ね、完璧な人生を送ってるわけじゃないし、そういう意味じゃ道徳の教科書みたいに生きてるわけじゃないので、そうですでましてやその自分の先祖だあるいは子孫のことまでね、うん、なんかこううんぬんされたらそれは大きなお世話だと思いますけどね、うんうんうん、いや本当に 大きなお世話なんですよね今回のやつは。いやでも僕はなんかこう、まあ、自分の立ち位置を、まあ、まず言うと、うんうん、正直そのもともと皇室に興味は全然ないので全く何のコストもなく突如として何の分断もなく皇室がなくなったとしても、うん、私は別に何の通用もなかったんですが、ただ、まあ、上皇って人 は、うんうん、はすごい人だなとは思います、うんうん、めっちゃあの人頭いいんじゃないかと、うんうん、優秀な人のようには思います、うん、会ったことないと分かんないですけど、うんうんでまあ、それぐらいですごく深く帰依してる思いはないんですよ、うん、ないんですが、うん、今回見てると皇室に思いの強い人ほどこの結婚を反対していて、うん、そうではないどちらまあレッドルハリーあれですからリベラルな方がまあいいじゃないというこう割とこう分かれてるあれがあるんですけどね、うん、どうですか、うん、そんな感じも明らかにそういう感じするんですけど、うん、今回やはりね、うん一連の報道を見てて一体誰がまあ喜んでるのかなっていうのを喜んでる、これはまあ後でまたちょっとお話したいと思うんです。しめしめみたいな、ね、これやっぱりですね、先ほど富田さんもおっしゃってましたけど女性三宅、うんうん、つまり今有識者会議っていうのが今年の3月ぐらいから立ち上げて議論をしてて、うん中間報告的なのはまとまってきてるんですけど、私はそこの審議に今回の同時並行的に進んだ小室バッシングっていうのは影響してると思います。
それは内親の、まあ、あの天皇のお孫さんなんですが、あの眞子さん、という女性は非常に微妙な時期なんです今。つまり有識者会議の結論が出たとしても、これが法律改正伴って動き出すのは来年以降なんですね、しかしこの眞子さんの問題を、があの女性宮家を作るとか作らないとかの議論に前、つまり作らない方にバネが動いていると、ですよね、でそうすることによっていわゆる政治的には、まあ、もちろんいろんな見解があっていいんです、女性天皇女系天皇につながる動きを封じたいというふうに主張している人たちにとっては大歓迎なんです。大歓迎ですか。大歓迎です。で、それに影響を与えちゃったなというのがやっぱりこの本音ではもう小村君ありがとうってこんな感じ、ね、まあそう思ってる人が名前挙げちゃうといけないんですけど、あの明治天皇の夜叉後の武田常康さんとかね、彼はもうバリバリの男系男子異次論者です。だからそれは見え隠れするっていうか、かなりはっきりしてると思います。明確にっていうか、そのまんまみたいな、もうはっきりしてると思いますね、そこは。それでもう一つちょっとお伝えしたいのは、女性皇族のありよう、あり方っていうのを、まあ、考える意味で、今回の問題は非常に過酷な立場のをこう映し出してんじゃないかなと。で、ご存知のように、内親王っていうのは、古代から、戦後までの間は、まあ、皇族同士と結婚するか、あるいは平安時代以降藤原氏とか臣下のそういうね、御設計ね、御設計、御設計と言われてる近衛家とか、そういう、そういうね、二条家だとか、そういうとこから、まあ、旦那さんもらうということですよね、結婚する、でもこれはこう、皇族同士の場合は皇家と言わないで、その藤原家に嫁ぐと、高価なんです。あ、藤原家の格がいやいや、そうですね、皇族じゃないですからね、一応。なるほど、もう、民間って言えること民間で、民間っていうか藤原家と藤原の道だから、藤原ですよね、でも進化なんです、進化なんで皇族以外だから降下するっていう、なってるんです。ただ言ってみれば、降下といっても藤原とか御設計は家族なんで、いわゆる名家っていうか、そうですよね、それで純粋な民間人になと結婚するっていうのは、まあ、ご承知のように、秋人さんと美智子さん、美智子さんですね、この世紀のテニスコートのこの恋が、これってやっぱり大、ものすごい話なんですよ、これはね、歴史上、まあ、この家の娘とっていうね、言い方をするあ、それ、いわゆる日清政府でした、大変なこの家ですけどね。いやいや、この家ってそこら辺でとんでもないこの家さんですけど、そういう言い方をされた、だから、まあ、言ってみれば、それ、その時に国民が拍手を起こったのは、戦後憲法でね、国民主権になって、そして天皇がいよいよ一般庶民の娘さんと結婚した、まあ、その時は皇太子なんですけど、将来の天皇になる人が一般庶民と結婚して拍手を送ったはずじゃないですか、それは両性の合意じゃないですか、二人の自由意志で結婚したんじゃないですか、なのに60年経った眞子さんの時に自由意志より
家と家と、つまり近衛家だとか、藤原だとか、うん、そういう家と天皇家が結婚してた時代のような時代錯誤の、うん、発想で、うん、バッシングが行われてるわけです。小室さんはふさわしくないと、うん、先祖返りしちゃったんですね、意識が、うん、あるいはそう思ってた人が巻きか、うん、これを帰化として巻き返したっていうことなんですかね、うんうん。まあ、保守派はもともと戦前回帰なんで保守派の論調に合うんですけど、うん、もう一つは国民の今コロナだなんいろんな不明不安あの不平不満が溜まってますよね、うん、その吐け口にうーんなってるような感じもするんですよね。だからそのそれともう一つ女性皇族っていうのをあるなんですかコラムニストがあの言ってたんですけど、あの一般企業に例えると、うん、あの女性社員会社の女性社員として例えると、うん、面白いこと言ってたのはあれですね、会社に残るか結婚したら寿退社しかない、うん、で結婚しなければ会社に残れるけど、うん、社長や社長候補になる専務とか役員にはなれない、うん、つまり皇室で言えば責任者の天皇にはなれない、うん、天皇の候補になる皇太子にもなれない、うん、皇室典範はその通り、うん、天皇にはなれないんですね、うんましては皇太子にもなれない、うんうん、あので一般企業だと、うん、もう寿退社、うん、永久就職、うんうん、でもそれはあのいい人と知り合って結婚すればいいんだけど、うん、あの皇室は中途半端ですね。結婚するまでのつなぎみたいにしかこうやりがいを感じても、うん結婚すればなくなっちゃうけど、うんあの皇室から離れるわけですから、うん、で中途半端ですよね、うん、公務もねかわし。そういう面ではねやりがいを感じてた則宮さんも三十数年中途半端になるから、まあうん、責任は取れないから、うん、やめっていう考えに近かったですよね、うん。ただどうですかね、あの一般的にもともと皇室にいる女性って一般から見ると、うん、あのまあ皇后はまあ大変だろうけど、うん、他は別に、うん、女すごいとこ住んでるし、うんうんうん、あのまあ、ね、別にその大事件になって、うんうん、まあうわうるあの裏付けは分かんないですけど、まあ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 、あのまあ、学習院行きたいって行けるじゃないと、うんうん、あの結構そこら辺って、そんな大変、うんうん、例えばね、うん、あのそれこそ正規の結婚の美智子さんみたいに、うん、今の、まあ、上皇后みたいに、うん、その全く違う世界から入ったら、しかも男の子産まなきゃいけないっていう、うんうん、なんかとんでもないなんかさ、うん、プレッシャー、ね、プレッシャーある、あるじゃないですか、うんうん、それもないし、うん、まあまあそんなあの結構、まあ、たまに公務かなんかやって、うんうん900万かなんか915万ぐらいもらえるんだったらいいじゃんみたいな、うんうん、そういう伝わり方ですよね、うんうん、今ね、うんうん、それ大変ですかねどうですかね、うんうん、あのいや正直僕もそう思ってましたよ、ただあのなんていうかなあのいわゆる公務ってあのなんとかなんとかっていう団体の総裁になったりとか大会があった挨拶ってどうこう、あるいはあの外国に行くっていうこともありますね。ありますね。外国をやるんですよ、ね、あれかなあの今の上皇さん の, あの話でやっぱりあのものすごい長い時間勉強されてるっていう話を聞いたことがあって、うんうんうん、でまあ特にあの驚いたのは、うんまあ、東京新聞読んでるかどうか知らないですけど、あの琉球新報とあの、ね、沖縄タイムズを読んでるんですよ、ね、上皇は全部閉してます。あそうですか。東京新聞を読んで在京六市と在京六市かな、うん、それから
行幸慶で沖縄に行くときは沖縄の西を、はい、あそれあそう行くときはそういう時だけです。あの北海道に行くんだったら道志、うん、その行くときにあの伝われ方がどう報じられるかっていうのは、うん、ものすごく美智子さんが気にされる。すごい素晴らしいです。新聞を今でも一気に私今でも言われてるんですよ。ちょっと公に言ってもらえませんかね。そこら辺は我々のこの非常に苦戦してるわけでね。もうあのそういうふうに聞いてます、うん。素晴らしいことです。すごいですね。まあ、話変わりますね。まあ、ちょっといやまあだから、うん、そんなに楽な仕事でもないかなっていう。いやその責任のこともあるし、うん。なるほど。結構ね。はい。あの例えばあの私が、三笠宮明子女王、この人は、オックスフォードに行って日本文化で博士号を取ったんです、うん、それで今全国飛び回って京都に拠点を置いて、NPO 法人の代表として文化の伝承保護、うん、日本文化の、うん、こういう全国飛び回ってますよ、うん、でつまりやりがいを彼女は感じてて、うん、いるので600万円が少ないで結構お金自腹で切ってるだからとこもあるんじゃないかなと推察はしてます、うん、なるほど。まあそれはだから、うん、世の中にあるいろんな仕事の中で一番きついかって言われるとそういうことはないような気がしますけれども、まあね、うん、基本的にあのなんていうか格差を前提とした話だなと思うんですけど、やっぱり世の中あのちょっと貧すればどうすというか、うん、やっぱりあのコロナもあってやっぱりまあ眞子内親王殿下、うんうんうん、彼女の年の人でも結構厳しい人いるじゃないですか、やっぱり、うん、例えば結婚だってじゃあ一般の庶民がね自由に結婚してるかっていうといろんな理由で結婚できなかったりとか、うん、もう相当多分メディアが伝えきれないんだあるんだと思うんですよね、うんうん、これやっぱりすごいこうなんていうか国民からそれを嫉妬で片付けられるのかっていうぐらいのまあ怨嗟みたいなものがあそこに集中してるような私はあるんですよね、うんうんうん、であのまあ怨嗟とか嫉妬ってやった後嫌じゃないですか、自己嫌悪に陥っちゃって、ね、なんだかしょうがねえなと思うけども、うん、でもやっぱりこうなんかあのロンジェの音が現れるとですね、うん、でしかも、うん、こう煽るわけですよ、年収2人でメトロポリタン美術館に勤められるから3000何百万だと、うん、じゃあメトロポリタン美術館ってどうやって入るんだと、うん、これは親父のコネだろうっていう話になっちゃうんですよ、うん、結局その怨嗟って絶対あると思うんですよね、うんうん、妬みとかね、うん、それぐらいやっぱり社会が余裕がなくなってるのかなとかって、うんまあ、あるでしょう、強引にこう思うんですけど、うん、どうですか、うん、やっぱり、うんまあ、それも背景の一つにあるでしょう。うんうんまあ、ごめんなさい、さっきね、宇佐原さんが言われたことであっと思ったんですけど、その明治以降新しく作られたその伝統なるものが今その古来からのものっていうことで持ち上げられたり、うんまあ、保守派の思想の中にそういうのが入ってきてると、うんうん、そもそも明治維新の時っていうのはその幕藩体制をぶっ壊して新しいその薩長政府が新しいその統合のまあシンボルも欲しかったんだろうと思うんですけど、それであの京都の天皇を連れてきたわけじゃないですか。で天皇に軍服を着せて西洋風のあれを着せたりしてね、で憲法を天皇からいただくっていう形を作る、はいはい、欽定憲法、あのそれから政府 の政府機構の中にも太政官と並んで仁義官っていうのがあったりする時代ですよ。だからその神道、まあ、特に平田国学ですかね、あの非常にあの古臭い神道を思いっきり使って、うん、その国民統合を成し遂げる、その中心に天皇を置くっていう、だから統合をしなきゃいかんっていうふうに政治権力が思った時に、そういう働きがあって、天皇家がバーンとこう持ち上げられてくるっていう歴史があったんだろうと思うんですよ、俺がだから今まさにその統合が崩れてる時に、保守派はそれを非常に恐怖に感じていて、まあこういうところでまあ、まあ、なんていうんでしょう、いわゆる
まあその、うん、特に後付けいなくなるっていうね、うん、最大の恐怖があるんだろうと思いますけど、うんうん、あのこういうふうに出てきてるのかなっていう気がしますけど、うんうんうん、でも私が分かんないのは、うん、どうしてもあの素朴に分かんないのが、うん、あの男系女系論で、うん、これはどまず女性もダメなんですか、保守派の方からって女性も嫌、うん、女系女子になっていくと、うん、天皇にこう先祖をつなぐのが、うんその女性皇族の旦那さんの家系に移っちゃって、はいはい、それを神武天皇以来の、はいうん、この男系で紡いできた先祖に行き着かないっていうのが保守派の嫌がって理由なんです。それで Y 染色体って言わせるそうです。それとそれ厳しいですよね、それであのなぜ明治の時に いろんな議論があったんですね。明治の時も、うん、あの男系男子男子継承に落ち着くまで、うん、女性でもいいだろうっていう人ももちろんいたし指揮者もいた。ところが伊藤博文がねやっぱりあのロシアのあプロシアの当時の憲法をモデルにして、はい、日本国、帝国憲法を作ろうとしてて、それで、あの伊藤博文の考え方も分かりやすくて、あの西洋のキリスト教に対抗していくための基軸を、うん、精神的基軸を天皇制しかないと日本には、うん、だから日本は天皇を中心とした国柄にしようと、その時に、要するに安定した天皇制をしていくためには、うんうん、まあ歴史上に女性天皇8代10人いるんだけど、男系にしてその女性天皇の女系の方に移ってってその旦那さんが権力を握ったりそういう波乱の騒乱の目を、うん潰しといこうという発想なんですよ、うん、だからあの男系男子に限定した理由、まあ私の知識としてはね、まあ、他にも理由はあるのかもしれない。でもそういうことが大きな要因で、ところがその保守派の人たちはもうこれを金閣玉城一行も変えたくないんです。桜井よし子さん名前挙げちゃうと悪いんだけど、まあもうまあもう堂々と言っとられるからいいんじゃないですかね。本当にあの別王朝ができちゃうっていう。あ、それが僕が一番分からなかった。別王朝ができるどういう意味ですか。あ、別王朝ができるっていう意味は、例えば眞子さんまでは男系女子でこう来てるんだけど、小室さんがもし皇室に残って小室さんが結婚するして小室さんも皇族になって子供が できて男の子が生まれましたよと、うんはい、この男の子は、うん女系になってくるんですよ。小室ですよね、だから小室さんの先祖につながっていくわけですよ。いやいやいやだってマンゴさんと先祖にもつながっていいんじゃないですか。いやもちろんそうなんだけど、つまり男系女子から、うんその旦那さんの方にここはねちょっと図を描かないと、ね、なるほど、説明ちょっとホワイトボードちょっとこうホワイトボードにちょっとホワイトボードにちょっと、いいですよ、いいですよ、あのマイク落ちました。ちょっとここちょっとポイントなんだ ね4つあるんですよ、このあ、マイクをもうちょっと大丈夫かな。すいません。例えば、まあ、じゃあ M さん、俺マコさんですか。秋篠宮。あ、そうです。まあそのまんまじゃないですか。いやいやだからちょっとね、こうここに久人さん久だから S。久
ここに加古さん。加古さん。まあここは相手は、紀子さん。紀子さんだ。ね。まあこれは秋篠宮家の。で今度眞子さんが皇族に残ってた場合ですよ。まあ仮に皇族の残ってて、で小室さんという人と結婚しました。子供さんができました。これがまあ、まあミスター X とすると。ミスター X って。ね。でこれはまあ男ですよと。うん、男の子ができたと。それで、この父親は今の上皇さん。上皇さんですね。上皇さんと美智子さんとの間に、ごめんなさい、この秋篠宮が生まれて、そのお兄さんが今の天皇ですね。天皇、うん、そうするとこれは、男系男子、男系男子を仮に丸でいきますよ、うん、男系男子、はい、男系女子なんです、まあ、こちら、これだからこうしますか、三角三角です、女子、赤いのも使っていた、あ、赤いの、あ、そうか、はい、どうぞ、そうですね、男系女子ですよ、男系女子ですよ、男系男子ですよ、それは悠仁さんですか、これは悠仁です、 H ですか、ああそっか、まあいいんです、はい、なるほど、はい、でこうこれが丸は男系男子、はい、こっちはこうくてます、これでこっちはこうくてます、こっちが男系なんだけど男系、女子ですね、それでいや、もっと女系男子ってのがいい、はい、これがこれなんですよ、男の子だったら、で女系女子っていう、ごめんなさい、この女系女子ですよ、ここにまた女の子が生まれた、女の子が Y さんっていう、はい、Y 子っていう女が生まれて、こうですね、これが女系女子になるわけです、うん、そうすると、これあれですよ、保守派の人たちが言ってるのは全部これで日本は、今まで、うんうん、まあ例外にこれも天皇になった人はいるんだけど、これで紡いできたっていう、うん、つまり男系で紡いできたってことですね、男系男子、男系男子ですよね、うん、で男系女子はたまにいたと昔は、うん、まあだからちょろっといた、水戸天皇だとか、でもね、水戸天皇あれだ、子供できないんだよな、ね、独身だから、その子供に継いだことがないんですね、うん、その子供に結婚して子供を産んでればね、うん、まあ、男系男子に結局戻ったってことですよね、そう、だからこれで来てるんだよっていうのがこの保守派の、でも古代においてはほとんど皇族同士で結婚してるから、はあ、お母さんも、はあ、あの旦那さんも、うん、関係ないじゃん、だから総計って言うんですよ、そういうのを総計、うん、専門家で総計、何を母親も皇族なんだから、うん、ずっと先祖は、同じだと、うんうん、同じだという考え方もあるんです、うんうん、だけどまあこれ初めてでしょ、総計、でもう神話の時代なんか神武天皇につながるなんてのは、ね、これ誰も証明できないし、あのもう途中で150歳ぐらい生きてる人いるじゃないですか、そうだからあれはありえないですよ、ね、うん、ありえないし、だからまあ大体5世紀ぐらいからまあ少し事実上がはっきりしてくる、5世紀から後だろうっていうね、うん、ああなるほどなるほど、そうですよね、だからそう考え方としては、うん、これじゃないとダメだって言ってる人が、うん、この男系男子、明治時にできた
明治に明文化された皇室典範で明文化された男系男子、これじゃないと王朝が変わっちゃうんだと、変わるよ、だから小室さん、まあ皇族に入って、男の子ができたとしても、男系女子、まあ男系女子まではいいんですよ、うん、でこの男子がまた結婚するじゃない、結婚したとして、うん、N さんと結婚してここに男の子がまた生まれた、でそしたら、完全に完全に Z さんと、うん、これ、あ、これは赤だな、女系ですね、女系男子ですね、女系男子ですね、うんうん、もうこの段階からもう、王朝変わる、別王朝、まあそうですね、まあこっちが継ぎますから、こっちの結婚相手が天皇になるわけだから、うん、こっちの方が大事なんですけど、ただ、子供ができなかった場合に、うん、こっちに皇位継承権が、できて男の子だったら、うん、いいんじゃないかって言うんだけど、うん、もうこれになってくるんですよ、女系ってのダメなんですよね、うん、女系が違う王朝だと、そうです、なるほど、だからこれちょっとややこしいんですけど、ややこしい、まあ、いや、つまり、うん、総計をもう一回作ればいいんじゃないですか、いや皇族同士だって相手がいないじゃないですか、いやいや、皇族、元皇族だった人どっかめっけめっけできて、それはそれはね、それはね、一つの考え方で、今もう有識者会議で、うん、その復活っていうか、70年ぶりに旧宮家を、皇族に入れるっていうのがあるんだけど、私はね、結局問題はこの加古さん、それからこの長女の愛子さん、うん、A さん、愛子さんね、うんうん、ここが皇室に残るかということなんです。有識者会議では皇族減少対策として 女性の皇族は、うん、残す、結婚後も皇室に残ってほしいという案を書いてる。眞子さんは出ちゃうけど、眞子さんはもう今回で民間人でもう対象外なんだけど、残った、加古さん、愛子さん、それからこっちに三笠宮の、まあ、まあ何人かいらっしゃって3人いるんです、女王が、計5人、眞子さんが結婚した後にいる5人の方は結婚後も皇室に残って皇族減少対策に寄与していただきたいというのが、なるほど、有識者会議ので、その人たちは結婚しても残るっていうことですよね。ただここは常識的に戦後の民主主義のこの時代ですので、本人の意思を確認するっていう手続きを、そしたら今回の一連のこの眞子さん騒動を見て、うん、例えばこの妹の加古さんや愛子さんが残りたいって言いますか、厳しいですね、うん、私はまず天皇と雅子さんが愛子の将来を考えれば、あなたの人生なんだから、あなたがやりたいことをしなさいという、うん、そしたら大学行って今日本文学学んで、あるいはもう未来があるわけです。結婚して私は民間に行って働きたいという持っていたら皇室に残りますかっていうことが一つ関門がある、んです。だからおそらく今回の問題の深刻な影響っていうのは何かっつったら、こういう今いる未婚の女性皇族に非常に、皇室に残ることのダメージを、ダメージっていうか、なんて残りたくないって普通思うじゃない、うん、だから同じことが起きる可能性あるわけですよね。同じことが起きる、うん、で残ったとしても結婚相手になる婿さんになる人がいるかという問題あるじゃないですか。リスキーですよ ね。いや、どんな家だって問題ありますからね、うん、だから今度は皇室に入っ
って婿さんとして入ってくれるんであれば、もう身体検査はものすごくやりますよ。それは三沢さん、僕息子いるけど、万が一加古さんと結婚するなんてことは大変ですよ。私は身体検査、いやいや、あなたのもう叩けばもうね、いくらでもあるでしょう。もうちょっと服だけで埃が。いや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 。だからいや今日の発言を撤回してですね。いやいや、もう全面で言い渡して撤回します、陛下がですね。いやだから、そういうこと。それからそれちょっとさっきおっしゃったその旧宮家、旧宮家の子孫、ちょうど愛子さんと同じぐらいの二十歳前後ぐらいのこの子孫が。皇室にカムバックしてくださいっていう絵を描いてるんですよ、有識者会議が。できれば常陸宮家っていうのは相続するのがいないんで、常陸宮家はもう2人が亡くなれば廃絶するんじゃないですか。そこに養子みたいな感じで、例えば十二宮家のうち7つかいくつまだ子孫がいる男の子がいるところになるともう少ない、もっと少ないと思うんだけど、そこから一、人ちょっとピックアップ常陸宮家に入りませんかと。誰がそんなことを言う権利があるかどうか分かんないんですけど、それ対象者いるんですか。いや、年齢的には東国の宮家とかいくつかあるんですよ。でも乗り気の人いるんですか。いや、分かんない、それは分かんないけど、戦後70年間民間で自由を謳歌した人たちが今さら70何年かぶりに高校に行って何バッシングされるような生活を望むかとは到底思えないじゃないですか。だから私はこれもこの皇室に残るっていうのも絵に描いた餅だろうなと。有識者会議はそういう絵を描いた。とんでもない時代錯誤っていう。実は内田さんがね、そういう家の方かもしれないじゃないですか。なんとなくこう、なんとなくやんごとない感じ。やんごとなくとも言えなくもない感じじゃないですか。もし戻れって言われたら戻られます。僕はダメですよ。膝のちょっと上から下はイギリス人。なるほど。いや、英王室の方かもしれない。絶対ありえないです。そうですか。じゃあそれ今英王室の話出たので、もう一つ言うとですね、小室バッシングの悪影響で言うならば、さっき例えば K さん、が皇室にいや残りますと、で結婚相手もできましたと、言って、それでめでたしめでたしと夢物語のようなことが仮に起こったとした場合、旦那さんを皇族にするのか民間人のままにするのかっていう議論があるんです。その時に、さっきの女性宮家を見送ろうとしている有識者会議の考え方からすると、英国にアン王女っていうのがいるんですよ。アン王女っていうのはエリザベスの女王なんです。娘さんなんです。娘さんで、そのアン王女ってもうご高齢ですけど、一時は非常に人気があって日本にもよく来てて、その彼女の旦那さんは軍人なんです、陸軍中将とか、そういう軍人だけど民間人じゃないですか。民間人ですよね。英王室の王族にはなってないんです、なるほど。つまり、今の有識者会議の事務局が考えてることは、女性皇族は皇室に残って、旦那さん、結婚する旦那さんはアン王女と同じように民間人のままで皇族にしないと。それで、旦那さんは今まで通り、例えば、軍人ってことはないけど、どっかの商社マンだったら商社マンの仕事をやっていて、奥さん、つまり K さんだけが女性皇族としての活動をしてもらえばそれでいいんじゃないかと。それはイギリスに前例があるじゃない、あるじゃないかっていうね、つまりなぜそんなことを遠回しのことをやるかというと、小室さんみたいな人がというのが、心理的な効果が有識者会議に与えてるんじゃないかと勘ぐりたくなる、これは私も勘ぐりですよ。ただ
女性宮家を見送ろうとしてる議論も、うん、やっぱり小室さんの二の舞はごめんよっていう案に言ってるわけですね。それは保守派の意向を結果的に組んでるようになるんです。なるほど。だから、有識者会議 の、 慶応義塾の座長の清家さんっていうのは、まあ、経済学者ですよ。そうです、ね、労働法専門家なんです。そうです。こうするなんか全然知らないんですよ。まあ、やたらああいう会議の長になられますけどね。諮問会議のね、うん。でもやっぱり清家さんは、やっぱり事務局のくくり人形と言ったら失礼ですけど結構もう言ってるじゃないですか、うん、いやここはカットまあでもねブレてますいやいやあのねそれはやっぱりね私とかいろんな人が質問しても、うん、じゃあ私あとは事務局でと。あ、なるほどね、だからやっぱりねそんな専門家ではないんですよ。あ、議論が実際そういうことになったんですね。取りまとめ役ですから。なるほど。別に、うん、最後ポンというね、うん、ただ皇室の有識者会議はね、小泉さんの時も、うん、東大でしたよ。まあその人が適切かどうかは別にしても相当な大物を集めて、うん、三栗屋さんでしたっけ。三栗屋さんでした。ミクリアさんも、ま、うん、タイの時の有識者会に入ってましたよ ね、 よね、うん、だからやっぱりね、軽量なんですよ、今回、うん、いや、皇室制度を議論するにはなるほど、うん、最後は慶応義塾大学に対する、うん、いや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 というところで、そんなところで、いや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 、なかなか、まあ、勉強になりました、勉強になりました、もう、でもね、まあ、ということで、はい、どうも、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました、失礼します。